はいどうもみなさんこんにちは、ゆうすけです。霊夢です。マリサだぜ。というわけで、今回からプヨテト2ですよ。ついに発売してしまったか。プヨプヨテトリスに。今日は早速ね、レート戦潜っていきたいと思いますよ。今日は日本投稿なんでしたっけ？そのつもりではいます。ただ朝から編集しているんで間に合わないかもしれないですけど。もし日本出ていなかったら燃え尽きたと思えばいいんだな。そういうことですね。まずは、最初はパズルリーグですか？ここは普通にパズルリーグ行きますわ。一応今回の初期レートは1000、1500、2000から選べるらしくて、自分の実力に合った初期値からスタートすることができますね。これはかなり便利だよな。新規とかも入りやすいシステムだと思うぞ。プヨスポとかは初期値からレベルが高いって言われてたりしてたからね。そういう意味でもこのアプでは最高だと思う。ちなみに選んだ初期値は、僕はテトリスメインで潜りたいと思っているのでとりあえず1500あたりにしときました。なるほどな。高望みせず安泰なところを選んだな。最近テトリスもやっていなかったからね。あと操作の慣れとかも含めても、この辺を選んでいくのがベストかなと思いました。さすがに1000にはしなかったんだね。1000は、テンプレとか知らない人が選ぶレベルじゃないかな。あんまり実力詐欺しても迷惑行為になりそうだから真ん中を選んだってのもある。というわけで初レート、行きます。初レートはいきなり謎の開幕を組んでいくという。サフェズミをしようかなと思ったんだけど、サフェズミ自体を忘れていたわ。テトリスやってなさすぎだろ。ちなみに今日の2つ目の動画はプヨリーグの動画を出していきたいと思ってます。お？プヨリーグか。今回のプヨテト2は何と言ってもそれぞれのリーグがあるっていうのが、一つの売りにもなっていますからね。プヨスポとどのように差別化していくんでしょうかね。っていうか体験版の時も突っ込んだけど演出がすごいよな。わかる。めっちゃきらびやかな感じだよね。早速不利になってませんか？ゲームスピードになかなか慣れません。慣れるまで結構時間かかりそうだね。まあそれは初代やっていた人はみんな思うことだから、ハンデを背負っているとは言い切れないんだけど、下穴は割と掘りやすそうだけどな。なんとか掘り連を繋げていきましょうか。ここから掘るのが難しそうだね。相手も割と穴柄だけど、残しの地形的にはこっちの方が不利な気がするぜ。相手はもう掘れそうな地形になっているからね。これ、そのまま押し負けてしまうかな。ここはアイミノを端に使わないでまとめてテトリス打った方が良かったかもな。あ？こういう風になっちゃうと厳しいですよね。自利品になっていく流れができてしまう。ちょっと開幕ミスったのあれだったな。っていうかリズムをつかみにくいんですよね。操作も難しいけど間違えてホールドとかしちゃいそう。これとかも間違えてティミノ切り替えただろうな。あ、相手中開けれんですね。連といえばあれですよね。スピードが遅くなって強化された疑惑があるっていう。そうなんだよな。なんかみんな連の弱体化を望んでいたけど、その願いは叶わず強化されたというな。っていうか知ってます。中開けって公式公認だったらしいですね。あ、そうなんだ。これ今日の僕のツイートなんですけどレッスンモードだったっけ？あれの問題で中開け連出てくるんですよね。なるほどな。テクニックの一つとしてゲームで紹介されているんだな。そんな中開けが強すぎてこれは耐えられそうにない。今のは中開けが強かったというより自分自身で崩壊させたように見えたけど、普通に色々ミスってました。雑談パートです。雑談パートって何ですか？あ、もしかしたら新規がたくさんいるかもなので説明しておきますか。しかもパート1だからな、初回だから説明した方が良さそう。全シリーズ、初代プヨテト実況では雑談パートというものを毎パート入れていたんですよね。ただひたすらに僕が雑談をしていくという。この雑談パートがなぜか人気なので継続してプヨテト2もやっていくと。そういうことですね。というわけで今回のテーマは何でしょう？受験期の思い出とか聞いてみたいかも。お？受験期の思い出か。大した思い出ないんじゃないの？大した思い出なさそうですね。これ尺持つんでしょうか？いや逆に聞かれても困るんだが、思い出。めっちゃ日高屋行ってました。え、どういうことですか？大学受験の話なんですけど、僕家であんまり集中できなかったから学校帰りに図書館に寄っていたんですよ。ああ、図書館で勉強する受験生は多そうだよな。そんでその帰りにそのまま日高屋で生姜焼き定食食べて帰るっていう。受験の思い出ってそういうことなの？いや、そういうことじゃないと思うぞ。だからあれなんですよね。生姜焼き定食見ると受験の時を思い出します。どちらかというと生姜焼き定食の思い出ですよね。あ、気づきましたかね。もっと他にも受験生らしい思い出ないのか。言うても普通すぎる思い出ばっかりなんですよね。まあ予備校とかは行ってなかったんですけど。割と緩い受験生活を送ってた。かもな。ただ頭はそんなに良くなかったのでそれなりの大学に入るだけでも苦労はしましたよ。大学受験は人生の中で一番勉強したと思う。高校受験よりも。そうだね、間違いなくやっている。っていうか高校受験をサボったから大学受験を苦労したって感じだもん。英単語とか全然頭に入ってなかったから高校の時中学英語を復習したからね。ってなると英語だけでも平均的にできるまで相当時間かかったんじゃないか。受験始まる前は英語なんかすっからかんでしたからね。学校のテストは丸暗記で乗り切ってた。文法とか覚えればある程度受験期も楽だったかもしれないのに。高校3年生になるまでは遊んでいたからな。あの頃ってマイクラ全盛期の時だったからさ。あ、受験期に終わるタイミングを見失うゲームは危険。結局大学受験は合格したんだっけ？第二志望でしたね。受かったの。当日とか結構僕やらかしまして、点数が思ったより上がらなかったんですよね。もう第三でもいいやーってなってた時にギリギリ第二は受かっているっていう。受験期の試験前後ってメンタルやばいよな。失敗なんかした時には絶望しかないからね。浪人っていう選択肢は、うん。
僕にはなかったね。もう一年を受験に費やす価値はないと思った。学歴コンプの塊だったからその判断で良かったと思う。まあ現役で入って良かったんじゃないか。本当にこの学校に行きたいんですって気持ちがあればいいけどね。ないと一年が中途半端に終わりそう。そこは難しいところだよね。まあ僕の受験期の思い出はこんなもんです。いかったら皆さんの受験期の思い出とかコメントに書いてみてくれだぜ。というわけで3戦目ですかね。お、タイプ4じゃないですか。タイプ4の1試合は動画にしたかったからしましたね。お前がプヨ側じゃないんだな。いやね、ちょっと挑戦してみたんだけど思ったよりできなくて泣いた。全くやっていなかったからすごく下手くそになってました。あ、本当に動画化できないレベルでダメだった。そうだね、ちょっとクオリティがあまりにも低かったのでやめました。まあテトリスでも試合のクオリティは下がりますけどね。どっちもどっちっすね。相手は割と平らな形を組んでいるので一気に攻めていきたいですね。このお邪魔は相手にとってはかなり辛そうだな。なんとかチームので地形をきれいにしていって。これはもう相手が連鎖がなさそうだから火力を送り続ければ勝てそうだね。迷っている間にテトリスを2回打ってしまおう。さて今回は DT4 で行きましょうか。パフェ済みではなくて、ツモ的にそっちでもいいかなって思ったけどパフェ最近取り逃すので無理やりでも DT4 組む。なんか違う開幕テンプレでも覚えたらいいんじゃないか。プヨテと2発売で再びモチベが戻ってきたので開幕テンプレ練習しようかな。相手は連結が多くて何かしてきそうだけど、先ほどと同じで平たい形なので一回埋めて DST の火力で掘り切れなくしたいですね。これは完全に有利だな。押し切れそうだな。こういうところで焦ってを気にするのが僕の定番の流れですからね。慎重に攻めていきたいところ。でもあんまり慎重に攻めすぎても速度が足りなくてリカバリーされそう。テトリス1回で2段近くお邪魔を送れるの強いよな。 DSD よりテトリスの方が火力高いんだっけ。タイプ4に関しては確かそうだった気がする。プヨテと2でもそこの火力は変更がないんだな。これはテトリスを打って地形的にエルミので DST が打てるので DST とかこの辺で打てるのは強い。相手も少しずつ掘ってきているのでこの DST を起点に一気に倒したいな。完全に埋まったな。掘るまでに時間がかかりそうだぞ。あれちょっとミスったけどここは冷静にリカバリーをして DSD 打ってテトリス打っての連続攻撃を仕掛けたいっすね。それだけの火力があればもう厳しいかな。相手は臨機応変に地形を利用できたのが大きかったな。立ち回りとしてはそこまで悪くなかったんじゃないか。今日の試合のラストテトリスですね。多分ですけど時間的にこの動画に地味上がっているんじゃないかなと予想。ということは念願の日本投稿ですか。達成っていうのは19時の動画で言いましょう。まだ気が早いかもな。相手はパフェじゃん。一気に火力が飛んできた。まあ DST の分で総裁はできたけどね。受けてもよかったかな。直列とか必勝だもんな。そういえばプヨテと2もパフェの直列の来やすさは変わらないのかな。どうなんだろうな。今のところゲームスピードが変わっている以外に変わっているところは少なさそうだが、相手はエルミノをミスったけどあの程度のミスなら簡単にリカバリーできそう。それよりもこっちの地形の方がヤバそうだけど、ちょっと火力を作りにくい地形になってしまったな。苦しいけど相手の決め手がまだなさそうだからリカバリーを成功させたいところですね。LST 済みでうまく左側の地形を生かしたいな。あ、でもこれ DSS にしないと右側こそ崩壊しそうだな。オミノの位置結構ヤバいけどね。一回ここでテトリスープでしょ。そんで残った地形をどうしようかな。これあのオミノを置いたことによってできた空間をどう処理するかだよな。あれを使ってドネートできるんじゃない。 Z と S ミノが来ているからこのように配置すれば。お、いいリカバリーだったね今のは。お気密を火力にするかっこいいやつできました。そんでちょこちょこ火力を送りつつ掘っていきましょう。状況は次第にイーブンになってきたな。うん、ギリギリ届かないかこれ。あと少しだったね。相手のネクストにアイミノあるからきつそう。これてうん、あれアイミノ引っかかったか。アイミノが引っかかっちゃうミスですね。あれは僕もよくやるミスなのでわかる。勢いに任せるとたまに手前に置いちゃうんだよね。今回はしっかり量刑を維持しながら LST 組みをしていきたいところ。相手はDT4 だな。下穴は右側に来ているね。DT4 組んでいる時のあの位置は掘りにくそう。さあどこまでこの地形を維持できるかな。オミノのその位置怪しくないか。ちょっとダメだねこの位置は。量刑維持の終了のお知らせ。形は崩れていても火力を送れればいいんだ。僕は無理やり DSD を組んで相手を追い詰める。でもなんだかんだで有利そうだなこれ。決め手はこの DSD なんじゃい。まあ慣れてないから初回はこんなもんでしょ。操作に慣れてないが言い訳に使えるのはあと3回くらいまでだからな。厳しいな。2本目は19時に上がります。そちらもお楽しみに。